おじいさまにお会いするんだからちゃんとしたお洋服じゃないとダメ。あなたにあげるお菓子はありません。さっき朝ごはんを食べたでしょ。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃう。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃう。マリア、勝手に人からお菓子をもらっちゃダメでしょ。返しなさい。いいんですよ。元気なお嬢さんですこと。おいくつです？マリア、知らない人からお菓子をもらっちゃいけないっていつも言ってるでしょ。これはマリアがもらったの。いやだ、マリアの。話しなさい。ママの言うことを聞けっていつも言ってるでしょ。マリアの、マリアの。そのうー言うのをやめなさいって言ってるでしょ。うちの子に勝手にお菓子を与えないでください。ごめんなさい。
そのうううをやめなさいって言ってるでしょ。そんなんだからクラスにお友達ができないんでしょ。もっとしっかりしてよ。なんであんたはいつまでも頭の中が幼稚園なのよ。どうしてママの言うことが聞けないの。どうして、どうして。いかがされましたか。何かご用ですか。私もよ。
マリア、愛してるわ。マシュマロは見つからないかもしれないけど、似たようなお菓子があるといいね。それでいとこのみんなを一緒に驚かそうね。うん、ママと一緒に買うお菓子なら何でもいい。あなた、こんなところでどうされたのですか？キミコ、何でもない。考え事をするのにここが少し心地よかっただけだ。今日の準備は全て手配が終わっています。あとはお茶でも飲みながらくつろいで待とうではありませんか。すまん、君にいつも面倒なことを全て押し付けている。私をもっと頼ってはいただけませんか？私はあなたの妻です。無論君にはいつも助けられているし感謝をしている。だからこそ私は私の仕事に専念できる。分かっています。お仕事のこと、そしてお父様の遺産の話ですね。君には関係のないことだ。欲深な兄弟たちの腐肉の漁り合いに過ぎ。大丈夫です。あなた、全てうまくいきます。あなたのお仕事がうまくいかなかったことはありません。私にもう少しの勇気と自分の先見性を信じる自信があれば、いつだって失敗はしなかった。ええ、そうです。あ
なたの先見性はいつも間違っていません。あなただけがお父様の才覚を受け継いだのです。他の兄弟たちが誰も受け継がなかった天性のものを受け継がれた。なのに私はそれを信じられず、いつも臆病に自らの事業を畳んできた。なぜ自分を信じることもできないのか。自分を信じられない男を誰が信じる。誰も信じない。私はいつも敗者の座るべき椅子に自ら座り、親父にもお袋にも兄弟たちにも笑われる。私はいつになったらこのコンプレックスから解放されるのだ。いつになったら。あなたが親族会議に専念できるよう全ての手配を済ませています。全て。すまん。親父殿の件は問題ないかね。はい。源氏と南條先生は私たちの味方です。あの強欲な兄弟たちを決してお父様には会わせません。もしもし。はい、郷田です。ねえ、お任せください。年に一度の大仕事に腕が鳴っております。牛のステーキを。素晴らしい肉がすでに保冷庫で今夜を待ちわびておりますよ。まかないも今夜はぜひ期待してください。わかった。任せるのでよろしく頼む。熊沢がそちらにいないか。熊沢さんですか。先ほど見かけましたが、こちらにはおりません。ゲストハウスの方へ準備に行かれたのではないでしょうか。また油を売っているのか。いや、結構だ。では引き続きよろしく頼む。ええ、万事この豪太にお任せを。失礼します。ゲストハウスの各お部屋の準備が整いました。お嬢様より、お子様方が泊まれるよう4人分の用意をするようにとのご指示を賜りましたが、いかがいたしましょう。今年は6年ぶりにバトラ様がお見えになるそうだ。お嬢様もいとこ4人で夜更かしをされたいのだろう。準備するように。奥様にはお伝えしなくてよい。そうですね。かしこまりました。今夜は深夜勤で、そのまま明日は早朝勤か。しんどい二日間になりそうだな。そういえば台風が直撃するって天気予報で言っていますね。大丈夫でしょうか。台風がよほどそれない限り、場合によっては親族の皆様方のお帰りの船に響くだろう。親族会議の日程が月曜か火曜あたりまで長引くかもしれない。長丁場になるだろうが、皆くれぐれも粗相のないように頼む。シャノンは焦らぬよう落ち着いて、カノンは愛想よくご挨拶をするように。はい、注意します。
注意します。大切なお客様がお越しになられる日だ。くれぐれも粗相がないように。心得ています。いつだってここには大切なお客様しか訪れませんから。カノン、今日は本当の意味で大切なお客様を迎える。心構えを改めるように。はい。シャノン、どうした？さっきから何かそわそわしているようだが、何か時間の約束でもあるのか？いえ、何でもありません。失礼いたしました。姉さん、今日は大切なお客様がお越しになる日なんだよ。プライベートとは切り離すようにね。プライベートなんか知りません。シャノン、これを黙って受け取ってくれ。いや違うな、シャノンは牽引力のある男性が好きなんだ。もっと馬力がある感じじゃないとダメだ。シャノン、これを薬指につけるんだ。命令だよ。左手とちゃんと言わないと右手にされちゃうかもしれない。いやシャノンもそこまでかまととじゃないけど、でも少しは自由意志がないと、なんだかその ジョージ君、大丈夫か？腹の調子でも悪いのか？ルドルフおじさん、大丈夫です、平気です、ご心配は無用です。そっか、ならいいんだけどね。無理して生き見すぎるなよ、尻が切れちまうぜ。キリエ、ローザはまだ来ないのか？まだよ、遅いわね。天候調整中だからいいようなものを。これで普段通りのダイヤだったらあいつ乗り遅れちまうぜ。そしたらどうする気なんだあいつ。ローザさんだっていい年の大人よ、なんとかするわ。兄って人はいくつになっても妹を子供扱いなのね。親父だっていくつになっても子供だけどな。だと？俺が子供ならおめえは赤ん坊じゃねえか。ほれほれ、バトラちゃん、高い高い。やめろ、くすぐって。やめ。親子ってより悪ガキ仲間って感じね。ほら、いらしたわよ。おお、餃子さんやないか。マリアちゃん、久しぶりやの。久しぶり。マリア、お久しぶりです。でしょ、行ってごらん。お久しぶりです。そうや、よく言えたな。ご褒美に飴玉あげような。あれどこにしまったんや。ローザさん、お久しぶりです。マリアちゃんもお久しぶり。ご無沙汰してます、キリエ姉さん、秀吉兄さん。あら、バトラ君、大きくなったわね。いや今日
よう会うたびに言われてて恥ずかしいっすよ。おう、ローザ、遅かったな。飛行機がダイヤ通りだったらギリギリってとこだったぜ。あ、ごめんなさい。列車の接続がうまくいかなくて。あ、何？また天候調査中なの？ぼやかないぼやかない。船で6時間も揺られるくらいなら飛行機でほんの30分の方がずっとマシよ。たとえ1時間余計に待たされたって全然早いんだから。あれがマリアなのか。大きくなったな。成長期か。前に会ったのは6年前。それは変わるわよ。女は心変わりがあればたった一日でも生まれ変わる生き物よ。ほう。おい、バトラ、挨拶しろい。前に会ったのが3歳の時じゃ。初対面も同じだぞ。3歳じゃ覚えてねえよな。よっ、マリア、久しぶり。大きくなったな。マリア、バトラお兄ちゃんよ。ルドルフおじさんの息子さん。わかる？おじさんの息子さんが、おじさんが息子さん。はあ？そっか、10月だからハロウィンか。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。気にしないっすよ。俺はバトラと呼んでくれ。俺もマリアって呼ぶからな。ほらマリア、ハロウィンだぞ。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。そうだな。日本じゃハロウィンってマイナーなイベントだよな。仮装行列で練り歩くなんて向こうのニュースではよく見るけど、日本じゃ見たことないぜ。マリアも仮装したかった。仮装していとこみんなでお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞってやりたかった。そっかそっか、今度俺と一緒にやろうな。マリアだったら何の仮装をして練り歩きたい？お嬢様、こんなところに。奥様が探しておいででしたよ。探されたくねえからこんなところにいるんだぜ。どうせ身なりは大丈夫かとか、言葉遣いをちゃんとするようにとか、おこごとが言いたいだけに違いないぜ。違いありません。私はさ、なぜか親族会議の日になるとこの魔女様が気になるんだよ。ほう、
それはまたどうしてでございましょう。親族会議ってのは、爺様に連なる全ての一族老頭が集まる日だ。今年は6年ぶりにバトラも来るそうじゃねえか。そんな感じでさ、何十年かぶりに今までずっと姿を現さなかった親族がひょっこりと現れるんじゃないかっていつも思ってるんだよ。ほほう、そんな親族がおりますでしょうか。ベアトリーチェ様だよ。素性は誰も知らない、あるいは大昔のじい様の愛人なのか、その子孫がひょっこりと現れて授けた黄金を返せなんて言い出すかもしれないぜ。クラウス様たちは親方様の遺産問題で今年も議論されるでしょうから、こうも魔女の黄金の話で盛り上がっては、黄金を与えた魔女本人がそろそろおいでになってもおかしくありませんね。熊沢さんはさ、辞めたり勤めたりと忙しいけど、源氏さんの身に昔からここに出入りしてるわけでしょ。ベアトリーチェのこともっと知ってるんじゃないの。さて、どうでしょうね。思い出そうにもこの老いぼれ、今朝の朝食すらも思い出せませんので。熊沢さんはいつもそういう言い方で逃げるけど、何か知ってそうなんだよな。知ってて物陰で笑ってるみたいな陰湿な雰囲気がドキドキするぜ。これは手厳しい。隠し事など何もしておりません。私から申し上げられることは、ベアトリーチェ様は黄金の魔女であられて、この島の夜を支配されているもう一人の主人であられるということだけでございます。じい様の受け売りかよ。給料もらってるとはいえ、じい様の妄言に付き合うのも大変だな。ただこれだけは申し上げられます。何？六軒島は太古の昔、小豆島と呼ばれて恐れられてきました。小豆は悪食がなまったものと言われ、本当は悪食島と呼ばれていたのだと漁民たちの間では伝えられておりました。前にも聞いたよ。この辺は暗礁が多くて海難事故が多かったから、漁民たちが恐れてむやみに近づかなかったって話だろ。悪食島には悪霊が住み着いていて、太古の昔から人々の魂を喰らい続けてきました。この島に関わり命を奪われた人間はあまりにも多いのです。それを旅の修験者だかなんだかが例の社を作って鎮魂したんで収まったってんじゃなかったっけ。うさんくせえ話したぜ。その鎮魂の社はこの夏、暗き闇を引き裂く紫色の不気味な雷で打ち砕かれたとか。熊沢さん、その話好きだな。確かに鎮魂の社が落雷でなくなっちまうなんて不気味だが、まあもともとオンボロだったしな。ちょっと高い波にでもさらわれたんじゃねえのかな。眠りから目覚めた悪食島の悪霊がベアトリーチェ様を呼び寄せたのです。もしベアトリーチェ様が親族会議に訪れられるようなことがあったなら。あったなら。さてさて、どんなことになるやら。へえ、そいつは素敵じゃないかよ。でしょ。たまには優雅な時間を得てあなたの心を豊かにするのもあなたの仕事に役に立つんじゃないかしら。だな。
心と財布は豊かじゃなきゃいけねえ。わかったよ。その日は開けておくことにする。予約を頼むぜ。わかったわ。絶対よ。ああ、よろしく頼む。愛してるぜ、キリエ。すまん、待たせたぜ。アメリカから連絡は来たか？はい、外線にデイル渡辺弁護士からです。おつなぎします。結局のところ感触はどうなんだ？それがその一つ芳しくないようでして、先方は裁判をも辞さないつもりのようです。やっぱりごまかしきれねえかな。つないでくれ。わかりました、すぐに。もしもし。ハロー、ハロー。お待たせしました。後ろ宮です。どうもどうも。いかがですか、そちらは。ハロー、プレジデント、後ろ宮。挨拶は抜きで本題に入りましょう。いいニュースと悪いニュースがありますが、どちらを先にしますか？悪いニュースが先がいいな。デザートがないと頑張れないたちなんだ。わかりました。悪いニュースは、先方が東方を告発する準備に入ったということです。つい先日、類似した裁判で原告が圧勝する判決が出されました。被告側も東方が主張するのとほぼ同じ内容で論戦していたのですが、すべてにおいて却下されました。残念ながら、このまま法廷に臨めば、東方の主張はことごとく却下される可能性が極めて高いでしょう。例の裁判、全滅だったか。うちより有利な条件だったと思ってたんだが、そりゃ辛いな。で、いいニュースは？先方の幹部と接触できました。先方に東方の立ち位置を説明し、先方のブランドイメージを侵害する意図がないことを説明し、理解を得ることができました。先方は近日中に条件提示を行い、それらの履行が行われるなら告発を見送ると約束しました。取締役会のナンバー2による発言です。感触は？正直、非常に厳しいものになると予想されます。当方の想定では避けられないものとして、社名変更、ブランド名変更、交渉の余地のあるものとして和解金額、大手新聞への謝罪広告掲載、それらの履行期間と見ています。うちに潰れろと一言言やいいのに、周りくどい奴らだぜ。先方は近年二代目社長に交代したばかりで、まだ足固めが終わっていません。東方が徹底抗戦した場合、現社長に失点を与えたい勢力が何らかの利的工作をしかねないと懸念しています。そのため先方トップも本件を速やかに解決したいという思惑があるようです。そのため迅速な和解のために多少の条件緩和を引き出せる余地も残っているかもしれません。いずれにせよ、とんでもねえ金が必要になるか。その覚悟は必要です。そしてそれでも懲罰的賠償金よりははるかに安いかと。ありがとう先生。また進展があったら連絡してください。先生は高給取りだからよた話もできねえ。サンキューサンキュー、グッバイ。聞こえたか野郎ども。まあそうじるとだ。金さえ積み屋堪忍してやるぜってわけだ。あとは金の高だけを争点にすりゃいい。しかし社長、渡辺氏の示した和解金の想定額はあまりにも膨大です。それだけの余裕はありません。こんなことになるって分かってたら多角化なんて始めんじゃなかったぜ。3年しのげれば資金的危機は脱出できる計算でした。まさかここで刺されるなんて本当についてない。ホップステップジャンプのステップでこけちまったんだもんな。泣けるぜ。メインバンクから金を引っ張るしかありません。銀行はまずいな。連中は勝ち馬にしか金を出さん。
景気は上向いてるが銀行に弱みは見せられねえ。社長、母外に資金はありますか？我々の把握していない資金です。よせやい、俺がそういう男に見えるかよ。俺の財布の中身は全てお前らに晒してるぜ。そこにある帳簿が我が社の全てだ。なら金策が必要です。数百万ドル単位を引っ張れるスポンサーが大至急必要です。社長、社長の交友関係で何とかなりませんでしょうか？社長、社長。ああ、落ち着けてめえら。金策は俺が何とかする。お前らはガタガタせずに業務を維持しろ。金さえ積めば向こうは許すと言ってるんだ。すでに俺たちはアジアに太いパイプを持ってる。いろいろ響くだろうが取引は維持できる。要は金さえ積めりゃ全て解決できる問題なんだ。見てろ、俺が全て解決する。お前らを路頭に迷わせなんかしねえぞ。大船に乗った気でいろい。無事に解決したらお前ら全員をシャンパンタワーでねぎらってやるぜ。約束する。だから黙って俺についてこい。いいな。大丈夫？まだだいぶ眠いんじゃないの？このところだいぶ仕事が忙しかったようだし。仕事が忙しいなんて大いに結構じゃねえか。俺が暇になっちまったら俺たち明日から路頭に迷うぜ。そうね、バトラ君も帰ってきたんだから二人で物乞いすればいいって問題じゃないわよ。そうだな、6年ぶりに家族が揃ったんだからな。家族水入らずで過ごせるよう課長が頑張らねえとな。親父に土下座してげんこつ一発で1000万借りられるなら一ダースくらいもらっときてえところなんだから、さもなきゃとっととお隠れになってくれりゃいいんだが。散々すねをかじって今度は遺産目当てか。俺は地獄行きだな。そりゃこんな俺に親父も会いたくはないだろうよ。まさか今年も親族会議にお出にならないつもりですかな。ハゲタカどもの議論に加わるつもりはない。好きに我が骨のしゃぶり方でも議論するがよかろう。実にくだらぬ。やれやれ、困ったものですな。時が来れば私は姿を現す。あれが姿を未だ現さぬようにな。私は今日ある儀式を執り行う。それは何ですかな？儀式というよりは博打に近い。なぜならリスクを負わぬ魔法に奇跡は宿らぬからだ。かつて黄金のギャンブラーと
いつお迎えが来てもおかしくないそのご老体で、一体どんな博打に挑みますやら。これは見ものですな。なるほど、研究を尽くした秘術の儀式も魔法にたけぬお前にかかれば博打呼ばわりか。まあいい、奇跡を信じる私が勝てばお前の目には水鏡にしか見えなかったであろう我が研究のすべてがこの日に結実したことをはっきりと理解できるだろう。お前が勝てば、見たままの通り、いつ迎えが来てもおかしくない年寄りの水鏡に終わるだけだ。うん？一体どんなギャンブルを始めるやら。あなたの友人としてその賭けに、いや儀式でしたか。その儀式にあなたが勝てるよう心からお祈りするだけです。うん、感謝する。そういえば金蔵さん、今年の親族会議には懐かしい客がおられるそうですが。何？ほら、ルドルフさんのところのバトラ君です。6年ぶりにおいでになるそうじゃありませんか。きっと立派になっていますよ。なんだバトラか。6年ぶり程度の客人など懐かしいなどと呼びはせぬ。金蔵さんにとっての6年などこの部屋で研究に没頭すればあっという間のことでしょうからな。本当に懐かしい客は、あるいは訪れるかもしれん。全てはルーレットの出目次第だ。すでにルーレットは回り始めている。ルージュかノワールか。今宵ルーレットがどんな奇跡を見せてくれるのか楽しませてもらおうではないか。配当は大きいぞ。そして負ける気はせぬ。ベアトリーチェよ、我が賭けを受けるがいい。忙しい。源氏でございます。親族の皆様方が到着なされました。だからどうしたというのだ。適当に茶でも出せばよい。かしこまりました。そのようにいたします。何か問題は？ねえよ。まさか無策ではあるまいな。お前の出方がわからねえ以上、策も何もねえぜ。好きに先手を取ればいいじゃねえか。も
ちろんそうさせていただくぞ。お前の守りをいかに崩すか、何手で詰めるか、わらわの腕の見せ所よ。お前がどんな手で来ようが、俺はお前を信じない。その一点を俺が貫き通す限り、俺に負けはない。ってことはだ、このゲームはお前に勝てないようにできてるぜ。そうかもしれん。しかしな、ゲームを何度繰り返すかはわらわが決めるぞ。そしてわらわが勝ち、そなたが負けを認めるまで何度でも繰り返されるぞ。つまりこれは災難よ。そなたがわらわに屈服するまで続く永遠の災難。そなたがわらわを、魔女の存在を認めるまで永遠に続く。なら俺もお前が根負けするまで何度でも無限に付き合ってやるぜ。意地の張り合いってやつでは負けた例がねえんだ。どこその魔女にでも入れ知恵されたか。まあよい、コタクは聞き飽きたぞ。さあ、おっ始めやがれ。さあ始めようではないか。そなたの指し手はすでに知り尽くしておる。手の内を知られた守りなどたかが知れておる。同じ手でしのぎきれると思うでないぞ。ベアトリーチェ、一つだけ最初に言っておくことがある。なんだ。お前が何をのたまおうと自由だ。だが俺が信じるかどうか、常に俺が自分で決める。貴様の魔法がどれほどのものだったとしても、俺の魂は屈しない。これは俺への拷問だと？違うね。ならば何だというのか。これはお前への拷問なのさ。お前がいつ俺に屈し諦めるか、それまで繰り返される拷問なのさ。面白いかな、その例えや。よし、互いを苛み合う拷問とは実に面白い。